太宰治作、純真。純真なんていう概念は、ひょっとしたらアメリカ生活あたりにそのお手本があったのかもしれない。例えば、〜何々学院の〜何々女子とでも言ったようなものが、子供の純真性は尊い、などと甚ははだ曖昧もこたることを憂い顔で言って、短足して、 それを女子のお弟子の夫人がそのまま信奉して自分の亭主に訴える「亭主は甘くいい年をして口ひげなんかを生やしていながらうむ、子供の純真性は大事だなどと騒ぐ親バカというものに酷似しているいい図ではない」「日本には誠という倫理はあっても ななんて概念はなかった人が純真と銘打っているものの姿を見ると大抵演技だ演技でなければアホであるうちの娘は4歳であるが今年の8月に生まれた赤子の頭をコツンと殴ったりしているこんな純真のどこが尊いのか感覚だけの人間は悪気に似ている どうしても倫理の訓練は必要である子供から冷たい母だと言われているその母を見ると大抵それはいいお母さんだ子供の頃に苦労してそれがその人のために悪い結果になったという例は聞かない人間は子供の時からどうしたって悲しい思いをしなければならぬものだ